ンサー永田健です。よろしくお願いします。はい、プエンテセビジャンス2020が中止になってしまいましたが、残念なんですけども。そうですね、実はで池川さんが発案したっていう話も、まあ、一応そう、こういうのどうかなと思って、東京オリンピックが決まったっていうのが、でその時に、あ、何か日本でせっかく東京で、オリンピックやるのになんかフラメンコとなんか絡めらんないかなと思った時に、ギター生徒さんとちょっと飲んでたんですよ、はい、でその時に生徒さんが、先生フラメンコってギネスブックってないんですかっていう、なんかいきなりそんなこと言ってたんですよ。でその話を聞いて、あ、なんか東京オリンピックとフラメンコとギネスブックっていうのがなんか自分の中でなんかミックスされて、あ、2020年2020人でフラメンコってなんかありだなって思いついたんですよ。でそれで、じゃあセビジャーナス、みんなでやるのはセビジャーナスだなと思って、でそれ自分で企画するにはもちろんすごく大変なので、うん、はい、それを、まあ、協会にちょっと話をしたら、あ、それ面白いねって言ってくれたのは実はそういう、はい、エピソードがありました。影の仕掛けでした。いやいや、僕はもう何も、もうただ言っただけですから。いやでもそのアイディアがね、本当に中止になってしまったの残念なんですけど、代わりに早速リモートセビジャーナスを立ち上げていただいて、そう、まあ、何か中止になったらもったいないなと思って、はい、でせっかく皆さんその日のためにね、なんか準備もしてきたと思うので、でしかもまあコロナのご時世もあって、はい、なかなか家から出れないとか人に会えないっていうのもあるので、はい、じゃあこれもさっきの話じゃないんですけど、じゃあできないんであれば何かできる方法っていった時に、オンラインでセビジャーナスだったら合わせられるんじゃないのかなと思って、はい、今ちょうどいろんな方から映像、ね、ケンさんからもちろん映像いただいたりとか、はい、であと僕のギターの生徒さんだったりとか、あとカンテの歌を歌ってる人とか、あともう面白いですよ、バイオリンがいたりとか、あとウードっていう中東の楽器の方が参加したり、はい、あとタンバリンで参加する方とか ね、 すごいですね。いろんな方々が今来てくれて、でそれで一つの映像作品を作るっていうのをね、はい、今ちょっとやっております。当然今何人ぐらい出てるんですか？今のところなんと50人、おー、すごい来てます。さあできるのか、マックが対応できる、マックがもう悲鳴を上げてるんですけど、なんとか頑張って作り上げていきたいと思います。これで2021できないんですかね？どういうこと？2021人映像です。ドド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 、多分パソコンがもう火吹いて倒れると思いますので、ぜひ、4月のもともとプエンテが4月29日、29日にあたりに公開予定。そうですね、今月29日に公開できたらいいなと思ってますので、楽しみにしていただければと思います、はい、また完成したら、動画の説明欄にリンクを貼りますので見ておいてください、はい、あとなんか面白いアイディア、でもこれも本当にコロナがあったからできた、まあ、プロジェクトですよね。確かにね、そうやって前向きにこれを捉えていくしかないですよね。うんうんうん、確かにね。なんかこうウクレレも、はい、じゃあちょっとせっかくなんでウクレレ、ウクレレの何がいいですか？そうですね、もうね、そうなんです、去年ぐらいからウクレレでフラメンコを弾くってのやってると。よくぞ聞いてくれました。やっぱね、はい、僕はもう、まあ、6歳からフラメンコギターをずっと弾いてきたので、はい、まあ、フラメンコはもう当たり前みたいな感じで弾いてたんだけど、でもやっぱり女性にとっては、うん、まあ、手も小さいし力も、ね、はい、そんなになかったりとかして、あと音もね、やっぱ結構大きかったりとかして、はい、置き場所に困るとか、まあ、いろんな、ね、要素があったりとかするので、気合い入れないと買えない感じですもん、ね、まあ、そうですよね。値段もまあ安くて3万円とか4万円とかっていうのがありますよね、うん、で気軽にやるにはちょっと敷居が高いのかなって思った時に、はい、でそこで出会ったのが、ね、ウクレレだったんですよ、うん、弦が4本ですか？そう、弦が、ね、4本、ギターに比べて2本少ない、はい、いいんですよね、で大きさもこれしかないから。ちなみにいくらぐらいで安いのは買えるんでしょう？これは いくらだったかな、15,000〜16,000ぐらいだったかな、はい、でも本当に安ければ本当何千円、3,000円とかでもあったりするんだけど、で音もね、その、まあ、可愛らしい感じなんだけど、これでフラメンコを弾いたり、なんかかっこいいんだけど可愛いみたいな。一番簡単なコードを、一番簡単なコードはね、はい、C のコードです。さあ、これね、1本だけ弾いてるので、ちょっとやってみます。そうそう、この3フレット目を薬指で押さえて、で、親指ポロンと、そうそう、これが一番簡単です。
じゃあせっかくだから、じゃあフラメンコの響きみたいなのやってみます、はい、今のが C のコードなんです。はい、そのまま持って、はい、これまあじゃあこれで僕が覚えたのがね、これとケイさん指太いですね。これが一番上ので小指離して薬指離していいです。で中指が1個目。はい、これでポロンと鳴らして、あれなんか変な音が鳴ってる。はい、あ間違えた、反対だ。はい、そうです、間違えました、これです。そうそうそう、これ A ということで、これをね一つ右にずらしてみてください。こっちを一つ右に、でほらちょっとフラメンコっぽいでしょ。興味持ちましたよ。まあそれぐらい、そう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 、アクセント入れてそうずらす、おれーすみません、ちょっと、うん、全然いい感じ、いい感じ、いい感じ、はいという感じですかね。これ習いたい人もじゃあ息がいいですよ、問い合わせも、あもうオンラインレッスンもやっておりますので、はい、ウクレレの次は何が出てくるんでしょうね。ねえ、いやそういうことで、まあいろいろ考えていくとね、はい、楽しいことも考えて、うんうんうん、追いつくと思うんで、ねえ、楽しいことを考えていきましょう。うん、いいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。大先輩ももうチャンネルもいっぱい登録されてますけども、いい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、あとまたなんかね、新しいアイデアとかねあったらどんどん募集して、ね、うん、行きましょう。はい、あとこの動画見て何か知りたいこととか分かんないことがあったら、ぜひコメント欄お寄せいただいたら、あとでまたねいつか動画また第2弾とかね作っていけたらいいですよね。そうですね、こんな話を、うん、僕がみんなの代理で聞きますんで、うんうんうん、はい、はい、いつでもお待ちしてます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。MacBook を使ってます。で MacBook にはもう標準でねマイクがついてるんですよ、はい、FaceTime っていうのやつ。でもやはりねやっていくとね画質が悪かったりとか音質が悪かったりっていうのに行き着くので、はい、なので僕は、外部のこのウェブカメラを接続してます、はいはい、ギターも普通に聞こえるかどうか、はい